皆さんこんにちは、フジロクです。今回はクックパッドで大人気のスノーボールのレシピをもっと簡単に、そしてもっと美味しくアレンジして作ってみました。なんと今回は道具を一切使わずにビニール袋だけで作っていきます。小さなお子様でもできますので、ぜひチャレンジしてみてください。それでは早速やっていきましょう。まずはバターを耐熱容器に入れて電子レンジで加熱します。こちらは有塩バター、無塩バターどちらでも構いません。電子レンジで600ワットでおよそ1分近くですね。必ずラップをかけてチンしてください。バターはラップをかけていないと熱で爆発してしまうことがあるので要注意です。続いて粉砂糖をふるっていきます。粉砂糖がない方は上白糖やグラニュー糖でもいいのですが、サクサクとした食感に仕上げたい方はぜひ粉砂糖を用意してください。そして粉砂糖はダマになりやすいので必ず一度ふるっておきましょう。続いて薄力粉とコーンスターチも合わせてふるっておきます。コーンスターチがサクサクにする秘訣なのですが、お菓子作りを普段からされない方はお家にコーンスターチがないと思います。そんな場合は片栗粉でも代用できますので、ない場合は片栗粉を使ってください。では粉のふるい方を少しレッスンしていきます。みんなこっちでこうしがち、左手でトン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 ってすると見て、全然出ない、違うのよ。左手でトン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 ってしても粉は全然出ない。ダメ、左手でトントンするんじゃない、違う、右手を左手にぶつける、ほらほらやってごらん、右手を左手にぶつける、そう、ぶつけすぎぶつけすぎ、もうちょっと優しくして、もうちょっとトントンと、そういいよ、うん、合ってる合ってる、そう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 、その全部にぶつけるんじゃなくて、手のここだけ、ここだけでいいよ、上だけでいい、うん、そう、うん、それをずっとやってごらん、はいはい、そうそう、上手上手、はい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 、すべての材料が準備できたらビニール袋を用意しましょう。ビニール袋の中にふるっておいた粉類ですね、そしてこの中にふるっておいた粉砂糖ですね、粉砂糖も加えます。そして今回ポイントがこちらですね。お塩を少々加えていきます。お塩がたった 1g なんですけども、こちらお塩は3本の指で1つまみ取ってください。そうするとちょうど 1g ぐらいになります。そしてこの中に溶かしておいたバターを入れていきましょう。あとはこれをビニール袋の中で混ぜていくだけになります。とっても簡単に生地を作ることができます。普段私のチャンネルをご覧の方は、バター泡立てなくていいのって思うかもしれません。そちらについて少し今から解説もしていきますね。クッキー生地を作るときは基本的にバターを立てるのがお菓子作りの基本になるのですが、今回は簡単にするためにバターを溶かして作っています。基本的なクッキー作りはバターを柔らかくしてお砂糖を3回に分けて混ぜる方法ですが、これだとハンドミキサーが必要になったり、小さなお子さんの手ではハンドミキサーがつかめないということもあるので、今回ビニール袋で作る簡単な方法を紹介させていただきました。この方法で作ると周りはサクサク、中はほろっとした食感のクッキーになります。ボウルでバターを泡立てる方法で作ると全体がほろほろとした柔らかい食感になります。ケーキ屋さんで売っているスノーボールのような口の中でとろけるスノーボールを作りたい方は、ハンドミキサーでバターを泡立てる方法で作ってみてください。手軽にサクッとしてもいいからすぐ食べたいという方はビニール袋で作ってみてください。それでは生地が完成したら丸めていきましょう。こちらの生地ですが、必ず同じ大きさに丸めてください。小さなお子さんと作るといろんな形にしたいとか、大きなもの食べたいということがねリクエストされるんですけども、形が違ったり大きさが違ってくると焼き時間や温度の設定方法が変わってきます。
同じ大きさで作ってもらわないと焦げたり生焼けになったりすることがあるので、必ず同じ大きさ同じ形で作るようにしましょう。それではクッキー生地を焼いていきます。170度に予熱したオーブンで15分から20分焼いてください。サクサクに焼くためには、できた生地を一度冷蔵庫で1時間寝かせるのもポイントです。早く食べたい方はすぐ丸めてすぐ焼いていただいても構いません。ただすぐ焼いてしまうと少し硬くなってしまうので、生地を休ませてから形を整えた方が美味しいです。はい、そして焼けたのがこちらになります。少し見た目が白くて分かりづらいのですが、裏を見てみましょう。裏が美味しそうなきつね色に焼けていたら完成です。クッキーの粗熱が取れたら再びビニール袋に戻します。そしてこの中に粉砂糖を入れて混ぜていきましょう。こちらの粉砂糖はふるわなくても大丈夫です。たくさんお砂糖をまぶしたい方は、クッキーがほんのりあったかいうちにまぶすとたくさんつきますのでおすすめですよ。ただしクッキーが焼きたての熱々の状態でお砂糖をまぶしてしまうと、クッキーがまだ柔らかい状態になるので混ぜている途中に割れてしまうことがあります。必ず粗熱は取ってからお砂糖をまぶすようにしてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画が面白いためになったという方は、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。オンラインお菓子教室ロクキッチン。ロクキッチンでは生徒さんだけで集まるリアルレッスンや合宿を開催しております。みんなでお泊まりして、いろんな自然体験をして学んだり、食材の勉強をしたり、そしてお菓子作り、パン、料理をたくさん作っていっぱい勉強して学んでいきましょう。さらにスクールの生徒になると約800本もある動画が見放題になります。スクールでは月8回授業があります。お菓子だけではなくパンや料理も学ぶことができます。授業はこのように行います。はい、じゃあ始めたいと思います。皆さん新年明けましておめでとう。オーディエンスがたくさんいます。拍手。今日はミルクティーブースでした。質問ないです。ありがとうございました。また来週。バイバイ。オンラインスクールでは各クラスそれぞれ写真を投稿しています。写真を見てモチベーションアップしたり、わからないことがあったら生徒同士で聞き合ったり、クラスでワイワイ賑やかに勉強しています。その他のサービスとして、毎月レシピが自宅に届きます。たくさんレシピを集めて自分だけのアルバムを作ってください。そして生徒さんになるといつでも質問し放題です。24時間365日質問ができるのはとっても心強いですよね。こうやって写真を送り合って LINE でやり取りすることが多いです。特に返事が長くなりそうな時は音声でお返ししたり、動画で返したりすることもあります。わからないことがあれば何でも聞いてください。なるべく早く対応させていただきます。そしてすべてのレシピは著作権フリーです。お店で使ってもらってもいいですし、教室で教えてもらっても構いません。その際私に連絡する必要もないので、自分で学んだものはしっかり自分のものとして使っていってください。オンラインスクールロクキッチンはいつでも体験入学を実施しております。気になる方は概要欄のメルマガをチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。